毎日走るランニングの習慣は果たして重要なのか。ランニングの習慣、毎日走らないと気が済まない、そんな人も多いと思います。ジョギングの生みの親である名伯楽アーサー・リディアードはこう言いました。週に7日が最低ラインだと。今日はまさにこのテーマ、ズバリ毎日走ることは果たして重要なことなのか。このテーマをランニングの専門家が思いつかないような切り口で考えていきたいと思います。結構突飛な仮説を唱えますが、最後まで見るとなるほどそういうことかと納得できると思うので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは知識を速さにという言葉をキーワードに、運動経験ほぼゼロから独学でトライアスロン日本代表になった僕が、書籍をベースとしたスポーツやパフォーマンスアップのノウハウを分かりやすく解説します。根拠のある知識を知りたい方はぜひチャンネル登録をお願いします。いきなり結論から言います。僕の主張は原則毎日走ることはおすすめしないということです。なぜそう主張するのか。それが耐用年数や耐用回数という切り口です。つまり股関節や膝関節などにも耐用回数というものが存在しており、現代はその回数がものすごい勢いで減っているのではないかという仮説です。ではなぜそんな突拍子もないことを言い出したのか。ここに一冊の本があります。それがこれ、象の時間、ネズミの時間、サイズの生物学という何とも可愛らしいタイトルが、しかしそんなタイトルには似つかわしくない想定の本です。ではこの本は一体どういう本なのか。簡単に言えばベストセラーです。つまりめっちゃ売れた本なのです。なぜこんないかつめの本がそんなに売れたのか。その理由はこの本で語られるかなり面白い仮説にあります。それが動物の時間感覚は大きさによって違うのではないかという仮説です。つまりこの本のタイトルにもある、象の時間感覚はゆっくりとしていて、逆にネズミの時間感覚は速い。なぜか。それは体の大きさや体重、心臓の拍動数、エネルギーの代謝スピードの違いから来ているのではないか。実は人間が感じる時間感覚だけがただ唯一の正解ではないという何とも興味深い仮説です。とまあこの話は本題とは全く関係ないので理解する必要はありません。そんなものがあるんだ程度に聞き流していただいて結構です。もしそんなはずはない、時間というのは単一の概念だと息巻いている方や、一体どういうことと思った人はぜひ一度読んでみてください。生物学の面白さが詰まっている超おすすめの一冊です。ではそんなこのネズミとゾウの話と毎日走ることがどのようにリンクするのか、それがこの本の前提なのです。著者である東京工業大学の動物生理学者川本達夫教授は、さまざまな動物の寿命を新周期、いわゆる心拍数で割った結果、こう指摘しています。哺乳類ではどの動物でも一生の間に心臓は20億回打つと。これはつまり人間、ネズミ、ゾウ、我ら哺乳類の心臓は一生でポンプできる上限が決まっているという前提なのです。そしてこの前提が示唆しているのが、耐用回数や耐用年数という考え方です。よくよく考えると、全てのものには耐用年数や耐用回数というのが設けられているのがこの世の断りの一つです。川本教授は心臓の耐用回数を指摘しました。ということは、もちろん僕らの膝や股関節もその例外ではないと考えます。毎日走ることでこの耐用回数は消費されていきます。しかも耐用年数や耐用回数は使用状況によって変化します。最悪なのがアスファルトです。硬く変化のない平坦な路面は関節にとって一定の箇所に負荷を与え続ける凶器となります。これはあくまで暴論に近いとかあった仮説ですが、そのような状況で毎日走り続けると、すごい勢いでこの耐用回数が消費され、最悪の場合人工股関節や人工膝関節になるリスクが高まる可能性も考えられます。私たちのこの体、人体は移動での怪我のリスクを極力回避するように合理的に作られています。なぜならもし怪我をすればその時点で人生終了、天敵であるライオンなどの野生動物に簡単に食べられてしまうからです。まるでデスゲームばりの世界で僕らの先祖は生きてきました。だからなんです。そんな二足歩行のための合理的な骨格や関節を獲得した人類が、ここまでいとも簡単にダメージを食らう現代、足を痛めているランナーの多さ、これは人類史を俯瞰してみてもあまりにも多いような気がします。
近年ベストセラーになっているこの本、スマホ脳。この本の中でもこのように指摘されています。脳の大部分はサバンナの日々から変わっていないと。これは脳だけでなく体にも言えます。狩猟採集民族としてそのほとんどを暮らしてきた人類の生命線であり生きる術、それが2本の足。そんな生命線がここまで簡単に壊れてしまうのはちょっと考えづらい。スマホが脳にかなりの影響を及ぼしたと同程度に、アスファルトも足にかなりの影響を及ぼしている可能性が高いと僕は考えています。なぜならアスファルトはここ100年程度の産物であり、人類はアスファルトで走り続けるという行為を全くしてこなかったからです。もちろんこの仮説に対してはいろいろな批判や意見が考えられますが、僕がこの仮説で伝えたいこと、それはアスファルトが悪いとかランニングが悪いとかではありません。僕が言いたいのは、様々なリスクを考慮することはマラソンやランニングを障害スポーツとして捉える上で重要であるということです。何歳になっても長く楽しくスポーツを続けたい、それが僕のランニングを含むスポーツに対する姿勢です。思い出してください。僕の最初の問いは、毎日走ることは重要なことなのかどうかということ。重要かどうかであって良し悪しのことを議論していません。だからこそ僕は毎日走ることが悪いことであるとは思っていません。あくまでおすすめはしないということです。というのも、毎日走ることに適性があるランナーと適性がないランナーがいると思うからです。ではそれは一体どんなランナーなのか。それこそ膝や股関節に負担が少ない人、運動歴、骨格、走り方、体重などが関係していますが、体重がある人、つまり重い人は毎日走ることはおすすめしません。だからこそそのような人はアスファルト以外を選ぶ。これは不整地でもいいですが、水中なんかもおすすめです。もしくは関節に負担がかからない自転車やエアロバイクなどを取り入れるのもいいと思います。バラエティやバリエーションの豊かさ、怪我を効率的に防ぐ最高の方法であり、その本質、それこそこのバラエティやバリエーションの豊かさにある。これが現在の僕の答えです。走る場所、シューズ、メニュー、いかに幅広く数多くの刺激をまんべんなく体に入れることができるのか。だから僕はトレイルや芝生、トラック、もちろんアスファルトも含め、いろいろな場所をさまざまなシューズを使って幅広いメニューで走っています。また考え方の一つとして、ランニングする時の靴下も5本指バージョンとスタンダードバージョンをバランスよく投入していたりもします。これも怪我を予防するためのバラエティやバリエーションの豊かさの一つだと僕は考えています。ランニングにおいて何が大切なのか、それは継続することです。だからこそ僕のマインドはズバリこれです。怖いのは遅くなることではなく怪我をすること。いかに怪我を予防できるのか、楽しく走ることができるのか。だからこそランニングだけで言えば、僕のトレーニングの考えはまさに生物学から援用した活動電位の法則、前か無かの法則だったりします。つまりやるときはがっつりやる、しかしやらないときは全くやらない。走らない日は他の種目を楽しんだり休んだりしています。そんな感じで長期スパンで楽しくランニングなどのスポーツを続けるために、僕はあえて毎日アスファルトの上を走る必要はないんじゃないかと思い至りました。その問題の切り口が股関節や膝関節の対応回数であったり、人類史を俯瞰したアスファルトの存在であったりするわけです。冒頭に言った僕の主張、原則毎日走ることはおすすめしない、原則という言葉がついているのは、いろいろな場所を走ったり違う種目を組み込んだり、はたまた走りたければ毎日アスファルトの上を走ればいいという意味です。最後に、僕は自分が正しいとも思っていませんし、この考えを押し付けるつもりもありません。あくまでこのような考え方もあるんだなくらいに捉えてください。だからこそ矛盾するようですが、せっかくの運動の習慣を手放すくらいなら、毎日走ることを強くお勧めします。近年稀に見るベストセラーのこの本、スマホ脳でも最終的な解決策の一つとして、ランニングしようぜとなっています。つまり動物たるもの、運動こそ正義なのです。ということで、楽しく走っていきましょう。このチャンネルでは、運動経験ほぼゼロから独学でトライアスロン日本代表になった僕が、書籍をベースとしたランニングのノウハウやモチベーションを上げるヒントを分かりやすく噛み砕きながら解説します。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。